はい、みなさん、ゲームイズナルピロナルピロです。はい、みなさん、こんにちは、しろです。というわけで、まあね、結構先週から騒がれてましたけれども、ハンターハンターコラボ第2弾が、やってまいりますよと、はい、で今日の、まあ、11時ぐらいかな、公式からもね発表があって、で先週はその流行りのジャンプとかの裏表紙、うん、まあ、自分もちょっと確認したんですけど、今日ね、ハンターハンターとモンストコラボしますみたいな、うん、広告が出てましたね。で今このうちのサイトもこういう風にまとめてあるんですけど、約2年ぶりと、うん、第1弾が去年が2018年で、うん、ちょうど2017年の終わり頃にやったんだ、ね、はいはいはい、でも自分も何月にやったかは全然覚えてないけど、この月って確かなんか富樫コラボが来やすいみたいな。あ、そうそうそう、だから、ね、去年があれか、ね、セーラームーンが来てるから、なんかそれのつながりで言われてて、今年も、あ、そうだそうだ、セーラームーンで ね、奥さんなんですよね。そう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 、ね、そう、でやっぱり今年も、うん、なるほど、来ましたよと。でも第2弾はさすがにちょっとね、予想しなかったね、うん、いやもう結構出切った感すごいあったんで、うん、それそれ、完全にもう、まあでも重要キャラで出てないやつはいましたよね、うん、現に今回も出るんですけど、そうキャラがね、数はむっちゃいるから、うん、いるね、出そうと思えばいくらでも出せる。そうそう、出そうと思えばいくらでも出せるし、でもキメラアント編っていうね、大きいところが終わっちゃってるんで、そう、それなんですよ、どうするんだろうなっていうのはちょっと思いましたけど、でまあちょっと一応下いきますと、はい、まあね、これこうなるよね。そう、コーポレートサイトの方で、うん、まあ、すでにね、一部のキャラ発表されてるんですけど、はい、ジン、いやこれマジ熱いっすね。だってさ、ハンターハンターマジテンション上がんない、やっぱ、いや上がる、ハンターハンターで、うん、ごめん、上がりますね。でジンがさ、だってそもそも原作でも、うん、まあ、ほぼ能力、まあ、出てないわけですよ。まあまあ、なんか、まあ、でもいろいろ真似してやってますよね、誰かのね。そうそうそう、壁打ちとあと地面のやつか、料理のやつか、なんかだから、うん、コピーが言われてたりするけど、ね、ね、なんかでも、ね、他のキャラに比べると圧倒的に戦闘シーンっていう戦闘シーンが多分 ないっていう、ね、だって俺ジンが初めてあれ使った時超テンション上がりましたもん、ジン戦ったっつって。でも、いや、ほんとそうだよマジで。だからジンは熱いっすね。熱すぎますね、うん、ジンはね。ひどき重心構えて、そう。で、これ多分ガチャですね、おそらく、はい、まあガチャでしょうね、う、重心構えて書いてあるぐらいなんで。あとこちら、はい、まあ、ゴン&キラー、まあ、前回は普通にどっちもね、メインのガチャキャラで来てましたけど、うん、今回このゴン&キラーは、配布で来るみたいですね。まあ、どういう感じなのかちょっと分かんないけど、いい、これめちゃいいな、これもいいよね、うん、で、詳細は、はい、明後日ってのモンストレース、だからそうそうそう、今週も水曜みたいなんですけど、まあ、ここに書いてある通りね、それで詳細発表らしいんで、くんじゃないかなと、うん、全貌がね、もう始まるのもすぐかな、11月の後半のところが多分コラボになるっぽいと思うんで、今言われてるのはもう金曜日から、うん、15日金曜日からが怪しいみたいですね、うん、スケジュールが空いてるみたいなんで、その辺が怪しい、うん、これ来てますけど、まあちょっとキャラの話したいですね。まあちょっとね、そうね、していきましょうかね。まあ今ここにもあるけど、あ、これ見たらつまんないですね。まあそっか、この辺で止めとく。まあまああれですよね、さ、まずは何編が硬いのはいるよね、硬いのは絶対来るよね、あいつ、ネテロ、うん、ネテロは来るでしょう。ネテロは来てほしい、うん、ネテロは来てほしい。ヒカラビネテロかな、かもう戦ってる方のネテロ、これの、うん、観音の、観音のネトロが、ネテロ強いでしょ、まあ、光ですよ ね、多分光だと思う、ネトロは、まあ絶対ガチャなんじゃないかな、うん、だからでジンネトロ誰ですかね。いや、それなんだよ、カイト、あ、カイトね、うん、カイトもその転生した後とか行ったら面白いけど、ね、あー、なるほどね。だからカイトやったらさ、キメラアント編だもんね。そうなんだよ、ね、カイトで、ネテロも言ってキメラアント編だから、あ、まあ確かにそうだ。本でもこれジンが出てるってことは、うん、選挙編、そこまで OK ってことか。そう、選挙編てか、まあ前回もあれか、あいつよね、あの十二神のさ、リーダーの、なんだっけ、あいつの前書いてんじゃないですか、下のアンケートに。十二神結果にまとめられてた気がする。あ、まとめられてんのか。そう、でも十二神もむっちゃいるよね。そう、十二神いるから、超究極アルカとか来てほしいっすね。あるか来る、あるか超究極かな、あるかじゃない、ごめん、何かだ、あ、何かか、何か何か何か、全然あるね、うん、何か超究極とかちょっとありそうっすよね。ありそう、むっちゃありそう。まあでもちょっと何か倒すって感じではないか、何かとあるかは、うん、ワンチャンガチャキャラあるかなと思ってる。キルアンドアル、ありそう、キルアンドアル、あれで一緒に逃げてたから今回は。で、前回のさ、前回というか銀魂第2弾で結構、うん、みたいな感じになると思うんだよね、うん、なんか今回も
あのなんか形式としては、そうそうそう、だから安堵が多そうな感じは結構言われてるけど、うん、ネテロはちょっとガチャ欲しいですけどね。ネテロはガチャで欲しい、うん、間違いない。十二神いらないですね。十二神ね、自分も、うん、結構まあね、そもそも選挙編さ、戦闘全然なかったし、このこのアンケートの中になんでゲンスルー入ってんの。ゲンスルー、うん、でも長計画が一番似合うとしたらゲンスルーとかだと思うんだよ。ああまあ確かにね、選挙編だってないよね、うん、なんかその戦いっていう戦いが今回なんか想像できないから、そうだね、まあ、そっか、ガチャではないと思うけど、うん、登場してほしいキャラクターだもんね、そうね、今回ね。だから普通にあるよね、うん、超直属護衛だと、あ、ピトーだけ出てんのか。あ、そう、あとプフとユピーが出てないから、 そこは全然ある。むっちゃ強そう、そこ全然ある。旅団も結局旅団も、ね、人可変っていうか、もう出てるからね、出てる出てる、ほぼ、うん、ほぼ、あ、ほぼっていうか、メイン旅団のメイン級は、うん、だからマッチ、フェイタン、ヒソカ、クロロ、誰だっけやっといたい、それかな、ぐらいかな、ぐらいかな、うん、は前回出てるから、確か、うん、出てるね、下行ったら確かある、ね、あ、そうだ、うん、そうだよ、ピトーもいてね、うん、なんか面白い感じで来たんだよね。そうだ、メレンもいたから、そうそうそう、なんかヨークシンと、うん、まあ、旅団編も混ざってそうそうそう来た感じがあったから、今回も割とごちゃ混ぜで来る可能性はあるよね、うん、だからもうグリードアイランド編、そうだね、だ選挙編、ボマーとかもあるってことでしょ、ワンちゃんの究極で、でキメラントの出てないやつらがガーン来るみたいな、うん、そっか、じゃあここっていうのはないのか、まあ、前回なんかグリードアイランド編で、今回がキメラントとかって結構違和感なかったと思うんですけど、あ、なかったなかった、まあ、それでもね、だあとちょっと気になるところは、うん、まあガチャゲン重心化するよねと、それそれ、マジでベッドゴンくんじゃん。いや、そうだって、ね、ガチで来るよ、ベッドゴン。ゴンどうすればいいの？え、でゴン何すんの、あれ。え、でもベッドゴンになるしかないよね。そうだよね。だってその後回復してもさ、病み上がりのゴンだよ。うん。病み上がりゴンになるかもしれないですけどね。何もできないみたいな。ゴンはマジ謎だよね。謎。ゴンはマジどうするの？想像できない。キラーが一番想像しやすい重心だ。まあキラーはそうだね、キラーは本当に、うん、まあ、ヨーヨーつくだろうし、うん、なんか超強電撃つきそうじゃん、つきそう、もうめっちゃ株ついてるありだ。で、全属性キラーがすげー強くなったり、うん、クラピカもね、前回結構割とやりき木の目のあれではやりきった感あるから、クラピカがどう強くなるかも楽しみ。確かにクラピカどうなるんだろう。でもクラピカはでも今回、まあ、メインじゃないですか、今の担当本の方では、うん、あ、そうだよね、うん、王国編っていうか、エンペラーなんか結構ガンガン使ってますよね。使ってるもんですよね。いや、でもクラピカもなんかこれといって姿形が変わるわけでもないから、そこなんだよね、難しいね、難しい、なんか火の目とか持ってそうだけど難しいよ、ね、ああなるほどね、最終的な、その集める方を集めましたみたいな。あ、でもなんかマフィア的なさ、ポジションの上に立ってたじゃないですか、うん、あっちの、あのクラピカになったらちょっとイメージは変わりそうですね。あ、変わる、確かに、なんか椅子に座ってっていう、うん、それめっちゃいいね、かっこいいし。あとはそうか、クラピカはあと、あんと一応ウボウギの時のクラピカだったから、あ、その時そうですね、なんか、うん、一番最初の鎖使って戦ってる時のクロロを捕まえてる時の衣装とかになったら結構好きだけど、 あの変装してる時のクラピカめっちゃ好きだった。俺、ね、あの結構 黒の服のあのクラピカもすごい好きでした、うん、めっちゃかっこいい、あれがありそう。いや、ゴンだよね、まあ、本当にゴン、ベッドゴンか、あのもうやりきったゴンやりきったゴン、ゴンぶっ壊れにしてほしいな、うん、やりきったゴンか。でもすごい言われてるのは、もともとの進化ゴンが枚数アンチブロック持ってるじゃないですか、うん、で、神化がダメージオール持ってるんで、うん、ワンチャン重心化回で枚数ブロックのコネクトアンチダメージオールっていうのがちょっと言われてる。プラス普通の重心化の方で、まあ、枚数ダメをブロックとかになった日には、うん、今20回をぶっ壊してるのってデクじゃないですか、近畿、うん、で周回、うん、で25のワンパン周回の枠になるのがゴンなんじゃないかって言われてるよね。それめっちゃなんか説得力あるね、うん、そうそ、だからナイトの周回もすごい楽になっちゃう。確かに今でも現状すごい楽らしいから、うん、わかんないけど、まあでもゴンはね、すごいよね、来たのね。まあ確かに、あと確かにな、普通に進化寄りの方でも全然いいしね、うん、少ないし、で SS だけ見るならどっち取ってもいいかなと思ってるんですよ、うん、ワンパンが近いのはやっぱ進化ゴンの方なのかなっていうね、うん、どこのクエストでも連れてっていいよってのはゴンさんの方なんだよね、うん、だから俺今回キラー結構壊れる気がするんだよな。だって全属性キラーが今の時代に追いつくってことでしょ。追いつくだよね。
そうだよね。まあでも重心がないってことはないと思うから、うん、楽しみっすね、マジで。ここは本当に楽しみ、うん、この3キャラの重心化だけでも楽しめるし、いや本当楽しみだね。しかもそのさ、多分前の銀魂の時も、うん、最初は発表されてなかったじゃないですか、重心化がね、うん、そういう演出もあんのかなと思って。あ、まあ、でも今回はリアルタイムでさ、アニメとかがやってるわけ、あ、なんかそういう風に結構違うじゃん、発表するところがニュースしかないからあるよね、うん、違うから、うん、ああいう風にやりづらいっていうのはあるけど、そう、オリジナルのアニメ、どんな感じでそこもなんか演出あんのかなっていう。で前回すごい大げさに銀魂コラボの時に新しく出てきたコラボキャラが24国ぶっ壊したじゃないですか、うん、だから俺今回 あのジンか火属性のジン、もしくはネテロがちょっとひねって木とかになって20にぶっ壊したりとかありえそうだなとは思うんですよね。ちゃんだそれ。前回もなんかね、火とか光ってなった気がするんだよ。あ、なった。そうだから今回火とかはなった。なんかレトロも光ってイメージあるけど、地味に木で、うん、その22階のぶっ壊す適性になってくるみたいなのはちょっとありえる可能性あるよね、うん、ゴンとかもさ、貴族性って言ってた気がするし、うん、そう、ゴンなんかちょっとそうなる可能性あるやつで、うん、キラーは硬かった。キラーは闇まで言ってた、うん、でクラピカ木はまあ、うん、クラピカもね、最初なんかね、うん、水って言ってた気がする。あ、水っぽさもあるね。そうだね。今はなんかもう木ってイメージがついちゃってるからイメージつかない。完全になったけどね。あと火の目だから火属性くんじゃないか言われてたけど、うん、あ、言われてましたね。火違うけど、違うけどね。いやだから、いやもう楽しみしかないよこれはね。このワクワク分かる。どのキャラが来てもワクワクするけど、地味にガチャゲンの最後の1枠が予想できないっていうね。いやそれね、いや今回でも本当ジン来たせいだからね。そこジンが来たせいで、ジンが来たせいで幅穴がやばい、めっちゃ広がっちゃったんだよ、うん、パリストンとかだって来んの？あ、パリストンだ、俺が言ってたやつ。そう、パリストンは何か何かしらの実装ありそうだよねっていう、うん、パリストン、パリストンってかと、イルミとかも普通に来そうだよね。 あそこのどっち見んのかな。あ、なんかどっこ選挙の方か、うん、まあ、今の船の方は多分ないと思うんですよね。新世界線の方はないと思うんで、あっち来るか何か編来るのか、うん、何か編来んならもう切るわけだよね。切るわけ、うん、いやでもゾルディック系来たらやばいけどね。激アツっすね。激アツすぎて。てかさ、あれありそうじゃないですか、キメラント編でさ、キラーのお父さんと一緒にさ、あいつ組んだじゃないですか、手ドラゴン、あ、ドラゴンダイブだっけ、なんだっけ、あのおじいちゃんだよね、おじいちゃん、うん、あれ誰と組んでましたっけ。あれはキラーのおじいちゃんとお父さん組んでましたよね。組んでた。あの二人ガチャゲンになりそうじゃないですか。ありそう、二人。あと、あ、ゼノ&シロアみたいな。あ、そうゼノ&シロアであってる。やばいね。ありそうじゃない。ありそう。あれでもかっ、俺めっちゃかっこいいと思ったもん、上から来るときに流星群落とすとこ、クソかっこいい、うん、いやあるな。てか、まあ、てかキメラントも正直もう出してほしい。あの、うん、ナックルとかシュートとか。あ、ナックルシュートかっこいいっすよね。ナックルシュートもアンドにできんじゃん、うん、できる。ナックルシュートだったらもらう&ノブ、どっちもアンドめっちゃいけるから、星4号でもいい。なんか ありそう。そうだね、ナックル、ナックルめっちゃいいよね。好きだった、ナックルいいよな。まあ、ナックル&シュート&あのオクトパスでもいいですけどね。ああ、てかあいついいね。イカルガ。そうだ、あいつ好きだったわ、うん、あいつめっちゃいい味出してた。イカルガめっちゃ良かったっすよね、うん、めっちゃ良かった。キメラント編の多分結構核を担ってた。核を担ってた、あの辺は間違いない。いやー、わかんねえ。マジでわかんない。これマジわかんねえ。いや、マジでわかんない。マジわかんない、ほんと。まあ、ジンネテロは確定だと思うんだよね。確定だと思う、うん、ほぼ。でもジンネテロってさ、ハンターハンターの中でさ、割と最強クラスの最強最強。いや、もう今回最強しか出ないと思うよ、うん、いや、どうなるんだろう、マジで。あと一人、ほんとそれよ。あと一応多分ね、前回の究極と極みは諸国国で、うん、超究極はやっぱないと思うんですよ。ない、多分ないね。メデンはだから今回ね、やっぱりないと思うんですけど、うん、小麦か。あの、小麦出してほしいね。ジンネテロ小麦ジンネテロ小麦じゃない。小麦が確かにキャラとしてほしい、普通に、うん、小麦は愛されてますよね。小麦が欲しい、うん、ぐらいじゃない。でも本当ないよね、本当に。だからそうなんだよな。キメラントが変に降臨できて、他のやつとなんか違うってのも嫌だしな。そうなんだよね。船の中の新世界の方入って、これっていった降臨はまあ出てきてないからね、うん、まあ、これが戦うんだろうなみたいなのはもう出てるけど、うん、戦ってないもんね。戦ってない、うん、そう、選挙からね、そう、そういうなんかバトルがない、ね、バトルがないからね。いわゆるバトルっていうバトルがないから、うん、まあ、というわけで、うん、ちょっとね、
速報に近い形で、うん、もう予想がしきれないぐらい、ちょっと今回わかんないけど、うん、オークシンまで戻ってなんか陰柱も出てもいいけど、いや陰柱全部出ないから、ブーイングすぎる、多分急にビール飲み始めるんでしょ。まあでも羽毛銀とか普通に出てほしいけどね。いや遅いでしょ、遅すぎるけど、うん、残りの旅団羽毛銀とかまあ強そうだけどね、まあそうっすね、残りの旅団まあ出ないよね、旅団はもうちょっとね、まあ、かられる側になっちゃいましたから、そうだよな、うん、だ人気どころも出てるじゃん、街とか出てる出てる、うん、シャルナーク、まあちょっと予想しづらいですね、予想しづらい、うん、広いだからこれ作る方も難しかっただろうね、だね、その間違いない、広い方だってゴンの重心から一つ考えるのもむずいと思う、うん、ゴンはなんだかんだあのゴンさんのまま戦ってるシーンが変わるだけな気がしますけどね、ああ、うん、結構前の銀さん的な感じでちょっと、ね、ちょっと、うん、ちょっと変わったみたいな、イラスト、あでもそれあるな、結局それそのゴン、キルアークラピカそれになりそうだね、う、うん、結局で、まあ、強い、すげえ強い、あ、そうっすね、ゴン、キルアークラピカみたいな料理はいないけど、ゴン、キルアークラピカ料理は4号だけど、うん、あ、でもそうかもしんない、なんか銀さんの時もまあ、うん、そうだったし、確かになんか3人のイラストになってみたいな、うんうん、背景でみたいな、ね、なりそうだよね、うん、ここに楽しみな、長久局が誰になるかもしれない、てか長久局でもあるじゃん、ネテロとかもあるかもしんないしな、まあありそうだよね、うん、ネテロとか長久局、あ、でも戦ってるシーン、ボール取る時ぐらいじゃないですか、なんか身内で戦ってるみたいボールを取れみたいなクエストだったら結構クソ食いの予感なんで、あともう死闘しかしないからな、うん、間違いない、最後自爆されるみたいな、全体最後白幕耐えないと勝ち、白幕耐えれないで毒降ってきて、やばいね、即死の毒、次即死系の毒バラだから即死は面白そうっすね、うん、倒したら即死爆発作るみたいな、演出として面白くない？なんかボス倒した時にさ、うん、爆発して毒かかって、うん、でもゼロになっても最後勝ったら勝ちじゃん、うん、だからそれで勝ったみたいな、あ、うん、演出だけあるみたいな、いい、そしたらネテロもなんか氷になったら面白そうですけど、うん、まあ、でもネテロは早くでしょ、でもネテロはガチャだと思うけどね、あ、まだ書いてあるんだ、ここにカイトネテロ、まあ、カイトネテロが一番激アツっすよね、ジンカイトネテロは、まあ、前回も言われてたもんね、うん、カイトクレイジーピエロでしたっけ、何ピエロ、あ、そんな、そんなんだ、そんな感じでね、ランダムで、うん、ランダムのやつ、うん、あれ、なんか中二病心をくすぐりますよね、あれめっちゃいいよね、カイトのあれは、いやもう盛り上がりすぎちゃうんで、ハンターハンター、もうちょっと収集つかない、収集つかないね、もういくらでも、いくらでも収集つかなすぎて、うん、楽しみだな、ハンターハンター、はい、というわけなんでね、皆さんもちょっと、うん、いろんな様々な予想を、まあ、あと2日でね全部わかるんですけど、うん、その時間やっぱ結構楽しいんでね、はい、皆さんコメント皆さんお待ちしてますんで、いやまあでもこんだけなんか原作アニメもなんか進んでないのにすごいよく来たわっていうか、本当だよ、なんでコラボが早いんだよ、コラボが追いついたよって人は、うん、追いついたね、努力よろしくお願いします、今回もゲームラジオ4から上げました、ナルクの上げました、お願いします、ありがとうございます、チャンネル登録わかりますわかりますこの君もなくなっちゃったからわかるよわかるよチャンネル登録チャンネル登録チャンネル登録ね、はい、していただければね。